先生、その病床出せないいい ?711? いいの 711? その辺が中心かな。皆さんこんばんは。6時半になりました。今日もお昼からですね、ずっと、国会議員会館前で報道を重ねてきましたけれども、今日の報道の締めくくり、夜の集会です。共同体対案を求めて、求める、5月12日の報道となります。まず、シプレヒコールを、解釈で救助を壊すなど岸山さんからお願いしたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。今日のお昼から座り込み参加された、皆さんもいらっしゃると思います。お疲れ様です。それでは、本日座り込み、今日から始まりました。そして土日は、また街頭に出て、そして来週から連続の、座り込みと夜の集会になりますけれども、皆さん力を合わせて共謀罪絶対に廃案にしましょう。それでは、コールを行います。共謀罪は今すぐ廃案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 。テロ対策と嘘つくな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 。監視社会絶対反対。監視社会絶対反対。思想の自由抑圧するな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 。言論封じの共謀罪はいらない。言論封じの共謀罪はいらない。言論封じの共謀罪はいらない。政治の私物化許さない。
絶対反対。憲法守ろう。憲法守ろう。救助守ろう。救助守ろう。憲法守ろう。憲法守ろう。救助守ろう。救助守ろう。憲法破壊絶対反対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 。戦争こんばんは。こんばんは。この共同法案絶対廃案にということで、今日から、お昼の行動から始まって夜まで1日の行動、そして、来週もそういったパターンになりますけれども、私たちの本格的な戦いの幕開けとなります。今日の行動に来ていただいて本当にありがとうございます。まず、共に戦う野党の皆さんもお越しになっていますので、到着順にご紹介をいたします。まず、共産党の畑野君恵さん、衆議院議員、よろしくお願いいたします。国会前でお集まりの皆さん、こんばんは。日本共産党衆議院議員の畑野君恵です。今日衆議院の法務委員会で共謀罪法案厳しく追及をしてまいりました。たくさんの皆さんが傍聴に駆けつけていただいて、もう入りきれなくって30分ごとの入れ替え制ということで、本当にご迷惑をおかけしているんですけれども、本当に励まされて私たち野党結束してこの法案の廃案のために全力を尽くしているところです。どうぞよろしくお願いを申し上げます。政府の方は一般市民には関わりないと共謀罪法案のことをごまかしておりますけれども、私はこの法案の中にある犯罪前に自首をしたら罪を免れる、軽くしてもらうっていう自首減免制度っていうのを質問いたしました。で、実はこの共謀罪法案の理由とされてきた国際組織犯罪防止条約の中には、この自首という自首減免制度は書かれていないんです。外務省はそのことを認めました。じゃあ何のためにわざわざ言われてもいない、条約に求められてもいないこの共謀罪法案に自首減免制度を入れたんですかって聞いたら、刑事局長が政策的に入れましたと。政策的なら政策的に入れなくたって構わないではありませんか。金田大臣も刑事局長の言った通りだと言っておりましたから、そういうことになると思うんですね。で、これは日弁連がかつての共謀罪法案の時から大変心配して絶対反対だと言ってきたことなんです。で、かつてのこの審議の時の参考人質疑を調べておりましたら、カイロ雄一弁護士が発言をしておりまして、今日早速使わせていただきました。どういうことかというと、犯罪を企てた主犯の人間がさっさと自首をしてしまって、残った同意した人だけが捕まってしまうってことなんですね。で、これは具体的にどうなるかと海戸さんが言ってくれたのが、例えば市民団体や労働組合、
公安警察が紛れ込んでスパイとして犯罪を仕立てて、その人はさっさといなくなって、残った人がそうだねって言ったのが証拠として提出されたら、構成員が全員逮捕されてしまうことになるじゃないかということなんですね。皆さん、これはまさにですね、一般市民も含めて何かこの社会を変えたいと思って、そこをつけ狙う人物いたらどうなるか。私がそのことを言いましたらね、自民党席が一番反応するんですね。そんなことあるわけじゃない、あるわけないじゃないかと。そこで私は先日の院内集会で、いかに市民団体が監視されてきたか、7つの弁護士団体の皆さんが事実を持って言ってるんだって言ったら、会長がシーンとなったわけですね。ですからこの事実のですね、市民の皆さんの戦いを大いに国会にも持ち寄っていただく。でそういう点では次の委員会の予定が決まりまして、来週の16日火曜日朝9時から昼まで参考人質問が行われることになりました。私もまた質問のバッターに立ちまして、会長弁護士も参考人の一人として来てくださいますけども、ぜひですね、皆さんとご一緒にこの市民の声を聞け、そして何としても必ずこの共謀罪廃案に追い込むために力を合わせようではありませんか。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは続きまして、民進党の参議院議員小川俊夫さん、よろしくお願いします。はい、皆様ご苦労様です。紹介いただきました民進党参議院議員の小川俊夫でございます。こうして皆さん集まって、日本の平和と民主主義、そして将来を守るために頑張っていらっしゃる皆様に本当に深く敬意を表します。しかしまあ本当に安倍政権やることがひどい話です。共謀罪審議する審議に入る前に30時間やればいいだろう、で法務大臣何も答えられなくても何しろ30時間やっちまえばもう強行採決だなんてことを言ってる。おまけに審議がなんか修正協議に賛成したから、維新が賛成したら何やっても強行採決じゃないようなことを言い出して、とんでもない話です。きちんと審議をしない、まあ、審議をすればボロが出るんでしょうけども、でやるから強行採決だ。法務大臣に理解できない法律が国民に理解できますか。できるわけないですよね。まあ法務大臣法律家じゃないったって一人の国民ですから、その法務大臣をしている方が分からない法律を国民に理解できない、理解できないに決まってる。でもその法律をどんどん通して、そして国民を縛ろうとしている、まさにとんでもない話であります。もう畑野先生からもありました、本当に危ない法律です。だって犯罪という行為がなくたって検挙して、そして有罪にしてしまう。じゃあどうやってそれを捜査して調べて証拠にするんですか。まあ、考えられることは2つしかありません。人の話を盗聴するか、人をどんどん自白させるか、ね、自白に追い込んで冤罪、本当に悲惨な冤罪事件というものが随分ありました。これが当たり前の捜査として、それが証拠となって客観的な声もないままに人を犯罪者にしてしまう、あるいは有罪にならなくたって捜査に入られるだけで、捕まえられたり家宅捜査されたり、それだけで大変な人権侵害であり、日本の将来は危うくなる。そんな危ない法律をですね、中身がない審議で30時間やればそれで十分な審議をしたんだという、これじゃ民主主義なんかないじゃないですか。何のために国会があるんでしょうか。本当に私は怒りを隠すことができません。怒りを抑えられません。まあ一つ私はですね、いかに安倍政権が口ばっかで中身がないか、まあ、この連休の5月の1日に
ニュースがありましたよね。初めて米韓防護を自衛隊が行った。この米韓防護、まあ、武器等防護というんですがね、これをやることにおいては国会の承認も国会への報告もいらないんです。そのことをこの法律の審議の時に指摘しました。安倍さん言いましたよ、そういうことは法律では義務付けられていませんけど、本当に適切にしっかりと国民の皆様に説明しやすく、こういうふうに約束したんです。2年前にあの名前だけ平和という名前の危ない法案を。でも今度私聞きました、予算委員会で一昨日でしたか、あの稲田防衛大臣にあなた命令したんですか、答えられません。答えなかったです。安倍総理に聞きました、あなた法律の審議の時にきちんと国民に丁寧に説明すると言ったじゃないですか。はい、最大限説明いたします。実際に何か大きな事件が起きたら説明します。話が違うじゃないですか。じゃあこれ共謀罪に当てはめたらどうなるんですか。適正に捜査をして一般の人に対しては絶対に対象になりません。そんな危ないことはしません、しません、しませんと言ったって法律が通っちゃったらやっぱりやるんじゃないですか。法律上やれるんですから、やれる法律があれば何でもやる。本当に沖縄でも反対運動の人を何とかしてでも捕まえてみようと思ったら、ちょっと手が出ただけで暴行とは言えないんだけど暴行になってしまう、犯罪になってしまうというような、そんな権力というものはやはり暴走するものなんです。しかも暴走させようとしている人が今頭にいるんです。そんな時に暴走ができるような、国民を縛ることができるような、こんな共謀罪、これをろくろくな審議もしないで成立させてしまおうという、これはもう共謀罪の廃案に追い込む当然のことだけども、そんなことをしている政権を倒さなくちゃいけない、これが本当の私たちの目的じゃないでしょうか。私民進党今日は代表してまいりましたけども、しっかりと力を合わせてこうした安倍政権を倒す、皆様とお約束しまして、皆様への連帯の挨拶にさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございます。お忙しい中、与党の皆さんもお越しになっております。院外私たち結びついてですね、この共謀罪絶対阻止ということで頑張り抜いていきたいと思います。頑張りましょうということで皆さん拍手で送り出してください。ありがとうございます。それでは、続きまして主催者として、共催ですけれども総科学行動実行委員会構成団体である、憲法共同センターの岸本さんから、主催者挨拶をお願いします。皆さんこんばんは。本当にこの法案を葬り去る、そのために私たちはここに、今日午後から夜までおられる方もおられると思います。今日私たちは61万筆の緊急署名を国会へ提出いたしました。そして今日から司会の方からもありましたけど3ラウンドの運動に入ろう、本当に総力戦になった、そんな風に思います。私方に3つのことだけお話しさせていただいて被災者を挨拶としたいと思います。1つは憲法の問題です。安倍首相は期限を切って私たちに喧嘩を打ってきた、そんな状況であります。内容はもう言うまでもありませんけども、憲法改正をして2020年に施行すると、しかもその内容は9条の1項2項を残して自衛隊を明記する、本当にどんなふうに明記するのか、しかしそれは9条をないがしろするもの以外何者でもございません。そして予算委員会で相変わらず自民党の総裁としてというふうに繰り返し言いますけど、ここに読売新聞5月3日付ありますけど読み直しても2箇所だけです、自民党の総裁と書いてあるの、あと全て首相に聞くというインタビューの中で彼はそういうふうに答えたわけであります。
もう国会の品位がですね、地に落ちるようなこの答弁、そして繰り返し皆さんにも言われてますけども、憲法のを守る義務、これを果たさないこの首相には一刻も早くやめていただく、このことがやっぱり今本当に大事になっているというふうに思います。これ以上安倍政権に憲法を傷つけさせるわけにはいかない、そんなふうに私は思います。まあ、売られた喧嘩は何とかというふうに言いますけども、私たちは憲法を本当に不断の努力によって守り抜こう、このことが一番大事だと思います。憲法が輝く社会、生きる社会へ向けてもっと大きな私たちの運動を作って必ず転換させていきましょう、このことを最初に訴えたいと思います。2つ目は、安倍政権が戦争を教師から作ったあの最も戦争で守られるべき子どもたちをも戦争に駆り出していった教育直後、これを何の反省もなく財産もし使っていいんだよと、まあ、ここまで、言い切ってその教育をしようとした安倍晋三記念小学校、ここのを作るために8億円もダンピングをして土地を売った、そしてこのことが見つからなかったらそのままやり過ごそう、まあ、こんな政治を私たちの前でやってたわけで、ございます。安倍政権が目指す社会のための教育をする、こんな小学校を作る、こんな国によって私物化されたこの政治の在り方、私は戦争する国の進もうとしている姿と重なって重なって仕方がないわけでございます。絶対に私たちは森友問題途中でやめるわけにはいかない、最後まで追及をして本質をこの場に出してしまうのではありませんか。本当にこのことを2つ目に訴えたいと思います。そして3つ目、やっぱりこの危機とも言えるようなこの国の状況、みんなで力を合わせて止めよう、そして焦点は共謀罪の廃案であります。ここに全力を私たちは挙げる、先ほど議員の方からも審議すればするほどテロの防止とは関係ございませんと、そして何より国家による市民公使総監視、この姿が本当に明らかになってきたではありませんか。権力に対して声を上げる全て、その全てを抑圧するようなこの共謀罪、私たちは政治法制そのものだというふうに思います。法案の危険な内容が少しずつ少しずつ、そして確実に広がってるんじゃないかなというふうに思います。広げ抜けば必ず法案の廃案は可能だというふうに思います。何としてもこの1週間、大事になる1週間でありますが、全力を挙げて廃案に持ち込もうではありませんか。法案は連休前には成立させると言ってきたわけです。ですけど私たちの本当の力強い声の中で、もう5月も中旬に入ろうとしております。もう一頑張りであります。必ず廃案に追い込み、私たちが戦争する国を絶対止める、こんな1週間にしていこうではありませんか。ご一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。ここでですね、一つ、カンパのお願いをまたさせてください。集会に来い、署名を集めろ、そして金を出せ。ひどい団体だと思いますけれども、皆さんと血と汗でこの私たちの戦争を止める、そういった戦いができているんです。ぜひ、今日もまた、大きな、ご協力いただければと思います。今後もですね、大きく大きくこの運動を広げていくために、いろんな協力をお願いするかと思いますけれども、今、主催者挨拶でありましたけれども、お昼の時点で55万というふうに署名、紹介しましたが、ポロッとですね、さらに5万ほど出てきまして、61万筆今日出すことができました。ぜひ、署名も、そして、この集会にもさまざまなご協力をお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、もう一度シプレヒコールしたいと思います。よろしくお願いします。本当に寒波もして、そして声も上げるの大変だと思うんですけれども、共に声を上げていきましょう。共謀罪は今すぐ廃案、共謀罪は今すぐ廃案、テロ対策と嘘つくな、反審社会絶対反対。
機動隊はダンスやめろ、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 機動隊は暴力やめろ、機動隊は暴力やめろ、機動隊は暴力やめろ、確かここの運動っていうのはここ最近、強豪罪が通るんではないかと言われている中、連日行われているのですよね。皆さん本当にお疲れ様です。ここにいる皆さんと一緒に声を上げられることを非常に嬉しく思っています。僕は今でこそこうして路上や路上に立ってスピーチをしていますが、それまで何年もの間、政治的無関心であったりとか声を上げないということを貫いてきました。それなりに恵まれた家庭に生まれ、学校に行ってはテストや部活に追われ、他の学生と何変わらない日々を送っていました。経済的に何も困ったこともなく、こんなにも腐敗した政治にその時は気づくことはありませんでした。ここまで政治家が腐敗していると思うと、その時の自分に活を見たいという思いでいっぱいにもなります。しかしある時心を動かされたのです。それは2年前の夏のこと、すぐそこの国会前に行われていた安保法制反対のデモです。テレビをつければ僕らで少し上の同年代、あるいは僕と同い年の子たちが声を上げる姿に、自分の思いをただただ綴る姿に、何も恐れずに綴る姿に心を打たれたのです。そこからは路上で行われるデモに足を運ぶようになり、今日もこうして路上に立っています。いろいろと安倍政権に対して言いたいことはあるのですが、今強豪罪の抗議をしているということで、そのことについて主に語りたいと思っています。自民党政権になってからは、自民党改憲草案や特定秘密保護法、集団的自衛権の行使容認、解釈の変更、そして安保関連法の成立、南スーダンに実際に派遣されたということもありました。その撤退理由の表明というのも、平田大臣は、南スーダンでの活動はもう十分だと、十分貢献したんだと言って、
現地の NGO 法人の方々から上がってもいる専門家や弁護士の方々などが、市民も、大きく反対しているもの なのですが、しっかりと説明をせず理由をごまかしていました。義務教育機関に学んだ日本国憲法の、僕らが学んできた教育の中で学んだ、理想高き日本国憲法の理念、その理念というのは今僕の中にも大きく根付いています。すべて国民は個人として尊重される生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする、あまり人間関係というか、生きることにうまくいっていなかった自分は この条文にとても励まされたということもありますし、何よりも国家によってそれまで、国家と国益というものを優先されてきて、人々の人権などないがしろにされていた時から、日本国憲法というものが施行されてこういった素晴らしい条文ができたと、決して押し付けなんかではないですよね。思想及び良心の自由はこれを犯してはならない。この条文からも、市民運動や表現の自由、というものが絶対に保障されている、こんなにも素晴らしい憲法なのかと思ったわけです。しかし今回の共謀罪というものを見ればどうでしょうか。テロ対策という文言は決してなく、そんなものではないと自民党内からも声が上がっていたりとか、党内でも議論が尽くされていないと、党内からも反対が上がっているわけですよね。さすがに安倍政権や、金田法務大臣、稲田大臣他にも、閣僚の姿立場というのが まずいとして、今日もこうして皆さんが集まっています。普通の人たちが声を上げているんです。政治家がどんなに工作しようとも路上の熱を冷ますことはできませんよ。逆に政治が腐敗すればするほど路上が燃え上がって、あの夏のように、そこから参議院選挙の野党共闘というものが実現されたじゃないですか。川崎で、ヘイトスピーチのカウンターというものが市民によって行われていて、そのことから川崎からという路上からヘイトスピーチ対策法というものができた。ここまでの力が僕たちにあるんですよ。何の脅威もなりません。路上に出て僕らの声を上げましょう。ここに集まった一人一人が声を上げれば絶対にこの政治は止められます。僕は、安倍政権の退陣として今は、いろんな問題が積み重なっています。森友事件の疑惑、森友事件というのも、流されたまんまです。説明なんか決してされていません。安倍昭恵さんも証人喚問すべきなんじゃないですか。今共謀罪というものは本当に危ない。そんなものができてしまったら僕らの世代やもっと下の世代なんかは、僕らみたいに学生団体なんか作って運動なんかできなくなるかもしれない。現に僕は高校生なのでそのことについていろんなところで物を言ってきたんですけど、高校生の政治活動届け出制というものもありましたよね。あれもわざわざ表現の自由というものが保障されているにもかかわらず、わざわざ、教師に、言わなければいけない、その内心というものを言わなきゃいけない、それは内心の自由、思想の自由、表現の自由というものが起こされているということです。何も恐れることはありません。皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。とても熱いメッセージをいただいたと思います。
2倍も3倍も生きてる私たちが2倍も3倍も頑張らないといけないというふうに、そういう定義だったと思います。頑張っていきましょう。続いて、安保関連法に反対する、ママの会から、町田博美さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。誰の子供も殺させないを合言葉に集まった安保関連法に反対するママの会の町田博美です。5歳と18歳の娘の母親で保育士をしています。一昨日の水曜日にママの会東京のメンバーを中心に独自のチラシを作り、これです。原宿駅にて共謀罪はいらないスタンディングを行いました。共謀罪を知っていますかとシールアンケートを実施したところ、知らないと答える人の方が多く、その中身についての丸×クイズで共謀罪法案にはテロ対策のことが書かれているが×、一般人でも LINE やメールが監視対象になるが丸なのにはみんなびっくりしていました。多くの国民がその中身を知らされていないのに可決しようとしていることに私は憤りを感じています。そのスタンディングの時に取材で、なぜお母さんたちは共謀罪に反対なのですかと聞かれました。 LINE グループでチャットすること、保育園帰りに井戸端会議をすること、ママ友とランチをすることなどなど、私たちの日常の生活の中で当たり前に行っていることが監視対象になるかもしれない。それはとても怖いことです。あの 3.11 以来、ママたちは放射能の問題に始まり、食の安全や原発問題など興味を持ち考えています。今までならママ友とのおしゃべりの中で気軽に、うちの子アレルギーで給食の食材が心配なんだ、添加物とかたくさん入っている食材を使わないようにお願いしたのに聞いてくれないの、毎日学校に電話したい気分と、うちとして話していたことも言えなくなるかもしれません。もし口を滑らせて言ってしまったら、あの人こんなこと言ってましたと付け口されてしまうかもしれない。そう思うと誰も彼も信用できなくなります。私は保育士をしています。そろそろ朝顔の種をまく時期です。朝顔の種を刈ってまき、芽が出て花が咲き、朝顔はまた種を作ります。職員同士で子どもたちと育てた朝顔の種どうしようか、子どもたちが育てた朝顔の種ですってバザーで売ろうよと話し合い、その種が種苗法のもと登録されているものだったら共謀したことになるかもしれません。職場でも友達同士でも何が共謀となるのか分からず、言いたいことが言えず信用することもできない。大人の社会がそんな社会になれば、子どもたちも周りが信用できないまま育ちます。周りが信用できないと自己肯定感も低くなりますから、どんどん子どもたちの心が病んでいくかもしれません。私は子どもたちにそんな社会を残したくはありません。そしてお互いを監視合い物言えぬ社会は戦争への道の始まりです。だから私は共謀罪に反対です。一昨日のシールアンケートで知らないと答えた人たちも、共謀罪の説明をすると反対に一票を入れました。中身を知れば反対する、それが共謀罪です。もっともっと多くの人に中身を知らせる必要があります。今回の原宿駅スタンディングでは、修学旅行の高校生とも対話をしました。いろいろな地域から東京へ修学旅行で来ている高校生が、共謀罪について知り、自分の住む町に帰り、その話を家族にすれば全国に共謀罪についてが広まっていく。わずかな時間のスタンディングでしたが、とても意味のある時間でした。私たち市民の一人一人の力は小さいです。でもコツコツと知らせ続ければ大きな力になります。そして子どもの未来のために、私は何としても戦争しない日本を残したい、憲法9条を今のまま残したい、誰の子どもも殺させないために、私の小さい力が大きな力につながるように、今日も明日も共謀罪反対、憲法を守れ、そして安倍さんもうやめていいよと声を上げていきます。ありがとうございました。ありがとうございました。
それでは続いて弁護士の海藤雄一さんがお越しですので発言をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。共謀罪の実行委員会の、弁護士の海藤でございます。実はですね、先ほどあの国会議員の先生方が来てくださった時に、畑野君江さんの方から、来週5月16日の日にですね、この法案の参考人質疑が行われるということで、確かに、今日衆議院 の、 あの委員部というところから私に連絡がありましたんで、ほぼ間違いないと思いますが、参考人として出るようにということで、民進党推薦ということなんですけれども、小川先生の方の方ですね、出る予定にしています。皆さんの声をバックに受けて、全力でこんな法案絶対通しちゃいけないということを声の限りに委員会の場で叫んでいきたいというふうに思っています。はい、ありがとうございます。本当に頑張ります。なんかいいアドバイスというか、こういうこと言ったら委員会が炸裂してですね、止まるんじゃないかとかいう、そういう、アドバイスがあったらぜひ終わった後に教えてください。で、来週がですね、この法案の衆議院審議については完全に山場になるということだけは間違いありません。5月16日の午前中が今言ったように参考人質疑ですけれども、16日か17日頃の委員会で強行するのではないかということが、言われているわけですね。そして18日に、本会議が立って、そこで衆議院を強行突破していこうとしているというふうに見ざるを得ないと 思います、それを何が何でも阻止しなければいけない。そのために 何をしたらいいのか、それをみんな皆さんと一緒にここで共謀しなければいけないんですけどね。それをどういうふうにしたらいいのか、私も、よくは分かりませんけれども、少なくともですね、この間、僕も感じていること、先ほど松田さんが言ってくださったこととすごく重なりますが、今僕は全国その津々浦々から講演の依頼があったものは全部引き受けて行ってるんですけれども、やっぱりですね、共謀罪について学習したいと思って来ている方々の中でもですね、法案の中身はまだよく分かっていないという方が多いです。そして、話を聞いて本当に大変な法案であることが分かったから必死で反対するというふうに皆さん言ってくださるんですね。そういう意味ではやっぱりきちっとした法案の中身を説明していく。例えばこの国連の条約というものはテロ対策の条約ではないんだということとか、その組織犯罪集団なんて言ってるけれども、普通の団体でもすぐ組織犯罪集団にされてしまうんですよとか、非常に最も基本的なことですね。そういうことをやっぱり、ご家庭や職場の中なんかで話をして、でそのことが徐々にやっぱり、法案の反対の声というのを押し上げてくるんじゃないかと思うんです。確かにこの間のですね、世論調査などでもですね、同じ項目で聞いていてですね、徐々に、一月経つと 10% ぐらい反対の率が上がってくるみたいな世論調査の結果が多いんですね。そろそろほとんどの世論調査で反対の方が賛成よりも上回るような状況になってきていると思いますけれども、それはやっぱり法案の中身を知っている人が反対してくれている、法案の中身を知らない人がこの法案を支持しているという状態なんじゃないかなというふうに思います。そういう意味では本当に、地道な、こうやって国会の前に集まって議員の人たちに対してですね、こんな無茶な法案の審議をストップしろというふうに叫ぶことと同時に、地域で、そして家庭で、職場で、そういうところでですね、この共謀罪のことを問題にして、一番基本的なところからですね、この法案に反対していかなければいけないんだということを、話し合うことが大切なんじゃないかなと思います。そういう時にですね、一つか二つぐらい参考になるということで、Thank you.